中こんばんは、お元気でしょうか。札幌すすきののね、続編です。で、昨日アップしたのは3時頃にアップしたのは、まあ捕まったよと、犯人と思われる人を捕まったよ。で、その人が女性で、まあそういう人だよっていう話なんだけど、でその後に親子だ、その女性のお父さんも関与されていた、していたっていう話が出てきております。でね、首切断容疑の親子の自宅に、頭部が出てきたそうです。まあどこに行ったかっていうのが、まあ、焦点ではありましたね。で、札幌市中央区のホテル、ラブホテルなんだけど、その客室内で頭部が切断された男性のご遺体が見つかった事件で、北海道県警は24日、いずれも札幌市の厚別区っていうのと、厚別区で、職業不詳、田村瑠奈容疑者、29歳と、父親で精神科医の修でいいのかな、容疑者59歳を死体損壊、死体、まあ、死体遺棄の疑いで逮捕したと。同警は2人の認否を明らかにしていないということです。最初の情報ね、お父さんの方は医者だって、まあ、北海道警の会見では言ってました。それが内科なのか外科なのかどこなのかっていうのは言わずに言っておりましたが、精神科医だったのね。で、捜査関係者によると、北海道警が24日に家宅捜索を行った両容疑者の自宅から人間の頭部が見つかったことが判明された。で、同警は被害者のものとみて確認を進めている。まあこのね、捜査検、同警の捜査本部によると、瑠奈容疑者は被害者の男性と面識があって、男性とは一緒にホテルに入ったと思われる。で、殺害したのは瑠奈容疑者で、まあその可能性が高い。で、殺人要因を視野に慎重に裏付けを進めるとともに、そのお父さんの方が、瑠奈容疑者の送り迎えをした可能性もあると見ている。まあそれを知ってて送り迎えしたのか、知らないで送り迎えしたのかっていうので、またその容疑というか、そういうのも違ってくるだろうなと思うんだけど。で、逮捕容疑は2人が共謀して、7月の1日深夜から2日の未明にかけて、このホテルの客室内で北海道に住んでいる会社員の男性 A さん首を刃物で切断した上で頭部を持ち去って遺棄したとされています。で、事件をめぐっては、この2日の3時頃、午後3時頃にチェックアウトしないことを不審に思ったホテル側の従業員が、客室の方で、ミヤネ屋の、まあ、情報だけど、一回11時ぐらいに電話で確認をしたと、来たんだけど、なかなか出ないよね、どうしたんだろうと思って、1時間ごとに2時ぐらいまで多分電話し続けた。だけど出てこないんで、3時ごろに直接その部屋の方に行ったと。で、トントントン、大丈夫ですか、具合が、ね、悪くなってるんじゃないですかっていう話を
まあ、確認したんだけど、それでも応答がないために、そのマスターキーみたいなので開けて見合ってたと。でベッドの付近でいないから、あれおかしいなと思って、その、浴槽の方に行ってみたら、こういう状態になっていたという話がありました。ちょっとうるさくてごめんなさいねで、まあ、そういう情報がありました。で遺体の頭部や男性の所持品は持ち去られていて、ホテルの防犯カメラには1日の午後11時頃に男性と一緒に入室した人物が約3時間後に黒いスーツケースを引いて一人で出てくることが、様子が映っていたと。で、周辺の、ね、防犯カメラの解析や関係者の聞き込みから、まあ、この2人が浮上したよという話なんですよね。で、このお父さんの方に焦点が映ってるのがありまして、父親の修容疑者ですね、前に自宅の、玄関先でカップラーメンやコンビニの弁当を立ちながら食べていたと。現役の精神科医で、あんな立派なご自宅があるのに、今回の、ね、事件のことがさっぱり理解ができないっていうようなことが、その容疑者となった父親の姿を、まあね、ちょこちょこ見ていた近隣住人は、このように、ニュースポスト7、ポスト7の取材に明かしたという話です。で、まあ、この職業不詳の田村瑠奈さん、瑠奈容疑者と、父親で医師の精神科医の修容疑者を、らの、家宅捜索の後に逮捕した。で全国紙の記者が捜査状況にして語る。あ、ごめんなさいね。事件発生から23日目の逮捕となりましたが、防犯カメラの解析で共謀して頭部を遺棄したという事件と、殺人事件について240人体制で検挙したそうです。で逮捕は公判維持できるという前提なので、それだけ警察が慎重に、証拠を固めていった上での逮捕と言えます。決して遅くはないという話がありますね。で被害者は、まあ、北海道内の会社員の62歳の A さん、あのお名前は書いてありますが、あえてお名前は出しません、はい。で事件当日に家族に行き先をつけないまま札幌市内で行われたディスコイベントに参加したことが分かっていた。でこの男性を知る方でイベントに参加した人がいたと。でその人が語るには、当日400人以上の人が入っていて、そのうちの半分は常連の人だったと思います。200人前後ね。で被害者の方はイベント当日、イベントの受付の時に、上に白い服を着て、下は黒のスカートのようなものを履いていたそうです。ディスコイベントですから、仮装をしてくる方もいらっしゃるし、ウィッグをつけて参加するお客さんもいらっしゃるということです。でそのディスコイベントっていうのはどういうものかっていうのはちょっと分かってないんだけど、その後この男性、被害者の方は午後10時半ごろに女性の格好をした別の女性、人物と一緒にこのホテルに、ラブホテルに入ると。
で、その人物、一緒に来た人は3時間半後に、先に人で出るっていう話をフロントで、電話した後、入室地と異なる服装でホテルを出て、一旦南側に向かった後、ホテル前まで戻り、西の方向に歩き去ったという。防犯カメラが捉えた映像では、容疑者と見られる人物が映っていて、体格は小柄で女性のような服装で、つばつきの大きな帽子を目深にかぶっていた。で、入室時、退室時では異なる服装でいて、退室時にはリュックサックを背負い、大きなスーツケースを、持っていたという話ですね。で、一方、そのホテルの部屋には、浴室以外に、使用した形跡っていうのはない。で、遺体には、その身を守る際にできる防御創というものができるんだけど、それもなかったと。で、取材を続ける地元テレビ局の社会部の記者はこう明かすということで、遺体が見つかった現場は浴槽ですが、浴槽内は洗ったかのようなに血はほとんどついていなかったそうです。で、第一発見者はホテルの従業員だけど、男性が、浴槽にうつ伏せになっているのを発見し、体が白くなっているのを見て通報したそうですが、頭部がないことには気がつかなかったそうです。で、うまい具合に頭が隠れてるんじゃないかって思ったんだよね。で、その後救急隊員が頭部がないことを確認したと。で、頭部の他に被害者の服だったりとか書籍品だったりとか、そういうのを含めて全て犯人が持ち帰ったと見られています。ホテル内にはその被害者の手鏡になるものは体、あと指紋しかなかったと言います。で、この2人のもともと面識があったのかどうかっていうのも、まあいろいろと言われてますね。で、被害者と、ルナ容疑者は事件前から面識があったと言われています。被害者が、事件前に訪れていたディスコとは別のディスコで顔を頻繁に合わせることもあったと。見立てでは容疑者が殺意を持ってホテルに同行した可能性が高い。で、被害者に恨みがあっていたのではないかっていう感じですね。で、この容疑者、ルナ容疑者は小学校の高学年の頃から不登校だったようで、父親が医者ということもあり、食べていくには困らないが、このを抱えていた家だったそうです。精神科医だからといって、何でもかんでも、その精神的なものがわかるかっていうと、わからないよねって。そこの部分としては、父親の方が優位に立ってしまうからっていうことなんだけど、別のね、その2ページにわたってこう、のがあったんでね、そうそう。これじゃないんだけど、それがね、LGBTQ、被害者の方が LGBTQ 関連の、そういう、まあ、さっきディスコって言ってましたけど、それ関連の、まあ、イベントにちょくちょくね、その、で、出たり入ったりしてたと。で、先ほども、その女性のような服装を着てたっていうのは、まあ、それ関連に、
まあそれ関連のものだろうっていう話なんだよね。でスーツケースもそれ関連に関するそのものだったために、そういう大きいスーツケース、小さいスーツケースもあるんだろうけどさ、うん、でね、そのなんだろう、イベントとかで問題を抱えていたっていうか、トラブルを抱えていたんだよねっていう話をなんかね出てたらしいんだよね。うん、そうそう、で、まあそれによってのトラブル、まあ警察には出してないけど、まあちっちゃいものから大きいものから警察にね、関わるようなこうやつだったらしいんだよね。だから本当にわからないらしいんだよね。で別のその屋根屋が主催したその旅館なのかホテルなのかわかんないけど、その人が言うには、その従業員の方が言うには、ホテルの従業員か、まあその食べ物屋さんなのかを忘れましたけど、その方が言うには、この被害者に会った人はそんなトラブルを、まあ、持ちかけるようなことはしないし、その誰かが、まあ、ペットが亡くなったよとか、大掃除さんが亡くなったよとかってなると、もう本当に自分のことのように泣いて、悔しがるみたいな感じで、うん、そういう人だから、そういうふうなトラブルになるような人ではないよとは言ってましたが、まあそのね LGBTQ に関するイベントでの姿と、そのなんだろう、こういうような表のやつね、表のやつねって言い方おかしいけど、その表のみんなが見るようなところとはまた違うのかなって思った。うん、これね、うんでね、本当にちょっと疑っ、一人でやったっていうのは、ちょっと疑ってたのは、大きいスーツケースだって、それを持ち込んでたって言ってじゃん。言ってたじゃん。で、それを、まあ、変な話したら、中に入ろうと思えば、人間一人入れると思うんだよね。厚みがあって、それなりの大きさであれば、なんか、密室、のね、なんか小説になんかありそうだけど、それにそのお父さんが入っていて、で、まあ、娘の女性、ね、娘のね力ではできないからお父さんがやって、で、その頭部はリュックサックの方に入れて、で帰る時は、まあ、ちょっと着替えて、またそのお父さんはスーツケースに入ってというふうに思って、ちょっと思ったけど、そういうことじゃないのかなって思って、ちょっといまいちねよく分かってない。はい、皆さんどう思いでしょうか。以上です。